はい、えー。皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、あの、YouTube などの、えっ、ー、と、オンラインの、えー、動画の、あの、音声を文字化する方法についてですね、ちょっと面白いことに気がついたので、えっ、ー、とお、あの、お見せしたいと思います。まずですね、新しい、えー、タブを開いて、そこにいつもみたいに、えっ、ー、と、ドックニューですね。あの、もう、あの、もうこれだけ見ればわかる人わ <laughs> かると思うんですが、要するに、えー Google ドキュメントの、えー、っとですね、あの、じあの、音声入力ですね。それを、えー、っと、えば簡単にできるというです、はい。今これが、えー、っと、きましたね。はい。このね、日本語では、ここはカタカナでツールって書いてあります。このツールですね。えー、で、はい。で、日本語では、ここのところが、えー、っと、あれちょっと待って。もう一回、もう一回、はい。いきます、もう一回、はい。ツールって書いてありますね。 で、日本語では音声入力って書いてありますけど、えー、ここ、あの、英語ではボイスタイピングって言いますね。この、あの、ショートカットキューは同じです。コントロール、シフト、プラス S ですね。はい、これ、これを押します。で、えっ、ー、と、今からお見せするのは日本語の、あの、えー、音声なので、えっ、ー、と、ここ、最初、今僕はその、まあ、いつも Google 英語で使っているので、英語になってますけど、えっ、ー、と、ここで,ですね、日本語にしたいんですが、ちょっとね、僕の顔が邪魔ですよね、これ。 僕の顔が邪魔なんですけど、これだね。これ日本語かなはい、今日本語になりました。はい、今これ日本語です。はい。でですね、えっ、ー、と,と、ここに、あの、えー、勝間和代さんの、えー、動画が今開いてあります。これを、音声を、えっ、ー、と、プレイして、そこからこの後で Google ドキュメントに戻ってもう一回、えー、あの、うん、音声入力をオンにするということをやってみたいと思います。はい。まずここをプレイしますね。 こんにちは勝間和代です今日はです、ね、いろいろなことの習慣化についてお話をしたいと思いますまず習慣なんですけどこれどういう仕組みになれちゃってるかというと私たちがほんのちょっとでも労力を使うじゃないですかその使った労力に対して何らかの形で見返りがあるわけですよねでこの習慣というのはたった一つの方式でして使ってる労力よりも得ている報酬の方が大きい時のみ習慣化するんですよ 例えば、私が食事を作るのがなぜ習慣化しているかというと、自分でまあ料理を作ったり、その前に機材を取り揃えるという努力に対して、まあ、実際に作るというまあ作業があるじゃないですか、それに対して得られる報酬の方がずっと大きいから、割と習慣化しているんですね。で、この YouTube の習慣化している。えっと、今、ここまでやってみました。えっと、これね、あの、 Google ドキュメントは、句読点が入らないので、こういうところに点とか丸とかを入れなければいけないんですけど。えっ、ー、と、まあ、それ以外は結構普通に、あの、えっ、ー、と、文字、あの、文字化されているのがわかると思います。あ、習慣のこの感じがちょっと違ってますね、ここね。これ一週間の週慣じゃなくて、こっちの習慣になってなきゃいけないんですけど。 こ、こ,この3週間もちょっと違いますが。えー、っと。はい。まあ大体他のところは、ええー、あの、普通に、あのー、音声が、音声が文字化できたんじゃないかと思います。はい。今日はここまでです。以上です。はい。失礼します。